呼吸バージョンといいますか、税を尽くしたメカニズム的ですが、1500万を超えるというスペック V ですね。昔は V スペックだったんですけど、これはスペック V ですね。アルファから乗り移るとですね、まずシートが、こっちの方がタイトですね。日本人向けといいますか、アルファは、やっぱりイタリア人サイズっていうか西洋人サイズで、シート自体の幅が若干広いです。だからこっちの方が、腰はうまくはまりますね。それとクッションが意外と柔らかいですね。こっちはまずパワーは、トルクも含んで圧倒的にこっちの方がありますね。この突き抜けるような加速、そのギアシフトはですね、アルファのこれも全然悪くなかったんであれですけど、さらに一回り、シフト速いし、スムーズですね。こう今みたいに立ち上がりでグガッとくるのがちょっと NA のアルファではちょっと考えられない、暴力的な立ち上がりしますね。いわゆる速さで言ったら圧倒的にこっちでしょうね。同じようなデータ持ち主で同士でワインディングロードもしくはサーキットで走り合ったら、圧倒的に GTR の方が速いと思います。これですからね。それからこのカーボンセラミックブレーキの中でも世界で最もそのカーボンの含有率が高いというのが、水野さんご自慢のブレーキは確かにすごいソリッドで、8C のブレーキよりもやっぱり強力で、なおかつペダルフィールもいいですね。すごくソリッドです。というわけで猛烈速いんですが、アルファロメオと比べるとですね、速すぎてっていうか、落ち着いてドライビングを楽しんでるっていう感じはむしろ少ないですね。かなり一生懸命走んなきゃあんない。もちろん向こうも一生懸命走ってんだけど、すぐ次のコーナーが来るというか、一瞬一瞬のドライビングを楽しんでる感じがあんまりないですね。とにかく速く走ってるっていう。4輪駆動っていうかサスペンションおよびその駆動系の設計がいいんで、これだけトルクがあっても破綻を示すことはないし危ないことにはならないんですけども、車に乗せられてるっていう感じが若干しますね。 R モードにすると自動的なシフトアップも起こらない。だからレブリミッターに当たってそのままになる。飛ばすとこの方がいいです。こっちの方が、結構没頭します。喋ってないでしょ。没頭できちゃったな。Rモードにしてついたところっていうのはなかなかいいですね。これが本来のあれなのかな、臨戦態勢なのかな。これタービンがあるにしてみましょう。じゃあトルクが出すぎるとか、トルクね、下からトルクが出るのかな。速くなったかな。